お疲れ様です。お金のね、貸し借りね。まあ、万田銀次郎。貸した時は、万田藩神様やとかね。だから、支払い期日が来たから取り立てに行ったら、あんた鬼やとか言ってね。何が鬼やって。貸した金返してもらえん方がよっぽどかわいそうやとか言ってからね。ほんとその通りだな。万田銀次郎さんはね、コツコツと自分で稼いだお金を、頼まれるままに人に貸して、約束通りに取り立てに行ったら怒られるみたいなね。かわいそうだね。なんかこう、喜劇に見えますよね。で、その、お金を貸して帰ってこないってことは、貸した人の格が低いんだっていうふうに考えた方がいいと思うんですよ。まあ、つまり借りた人が、恩に思ってないんですよ、全然。返さなくてもいいやとかね。返せるときに返せばいいやとかね。そういうふうに思われて、しまいにはもう、なんか返せって言わないからとんずらこいちゃおうかとか、とぼけて売られるまで黙ってようかとかね、忘れてくんねえかなとかね、そういう風になってるのかなと思うんですよ。で、借りた方に本当に気持ちがあったら、別に期日が1年後って決まってたらもう来月返すみたいなね、そのぐらいになるんじゃないかなと。とてもじゃないけどもね、なんかこう数千万っていう単位を借りたらまたね考え方違うんですけども、まあけどね、高校生の夏休みのバイトでも10万ぐらい稼ぐこと考えたら、そのぐらいのね、なんかありがたさを行動で出すっていうのはあると思うんですよ。だからそれがないっていうことはね、貸した人の格が低いと思った方がいいのかなと思いますし、まあ少なくともね、そういう風な考え方はあるのかなと思いますよね。まあ、何度もお話ししますけど、私は人からお金を借りたことは結構あるんですけども、借用書も書かないし、どっちかって言ったら貸さないんだったら縁を切るっていうようなね、そんな言い方で呼び出しましたけどもね、でもやっぱり何人のかの方はね、よく困った時に相談してくれた、金を貸してくれじゃなくて金を出せっていう言い方がものすごく響いて、戻ってこないつもりで貸したんだけども、でも、まあ、久保さんならやってくれるんじゃないかなっていうふうに思った自分もいましたみたいなね、まあ私は本当に返せなくなったら消えようと思ってたんですけど、とんずら高校かと思ってたんですけども、でもね、やっぱりこう貸してくれた人のことを考えたら、そこまで信頼してくれてんだなとか思ったらね、なんとかして返してやろうと思いましたよね。で、まあ、多少時間はかかったんですけども、でもなんか消費者金融とか銀行に借りた時の返済期日よりはずいぶん早かったと思いますよ。それがなんかこうね、借りた責任取ったなっていうことと、あとはもう今度お金に困ったら人に言わないですね。借りもしないし、黙っていて、そのまんま、もういきなりこう蒸発するみたいなね。そのぐらいの気持ちでやっていけばいいのかなと。まあ、そもそも私がお金を借りるって言ったら、もうすでに何十万とかいう単位じゃなくって、何千万っていう単位とかね、もう下手したら億みたいなね。じゃないと借りねえよみたいな感じになってると思いますけどね。まあけどね、そんなことしなくてもいいように、必要なお金はきっちりと、もう逆立ちしても稼いでね、もう返さなくていいお金ってのは稼いだお金ですからね。借りたお金ってほらね、返さないといけないじゃないですか。返すってのは支払いですからね。支払いはあんまりない方がいいかなというところでございます。まあでも返す返す万田銀次郎のね、お金を貸して返してもらえなくって、取り立てに行ったらみんなにやんやん責められて、兄貴かわいそうじゃないんすかとか言ってね、山本太郎に言われて、公平に。ならお前が返すやって言ったら、そんなん殺生やって、なんか古文にまで言われて、結局誰も万田銀次郎にお金をくれないみたいな。なんか一番かわいそうなのは万田銀次郎みたいな気がしないでもないですけどね。銀ちゃん、いってらっしゃい。